俺の今の名前はルーデウス・グレイラット。かつて引きこもりニート生活をしていた俺は、兄弟に家を追い出され、とぼとぼ道を歩いていたら、トラックにはねられそうな学生3人組を見つけた。なんとか一人を突き飛ばして助けた俺だったが、そのままトラックへはねられてしまう。そして目が覚めた時、俺は赤ん坊になっていた。というのが俺の前世の話。父パウロは剣士、母のゼニスは魔術師。そう、驚くことに転生した先は剣と魔術の異世界。両親と暮らしていた俺だったが、魔法学校へ行くためのお金を稼ぐという名目で、出稼ぎにフィットワ寮の領主の娘エリスの家庭教師をすることになった。エリスはとんだじゃじゃ馬娘だった。領主であるおじい様に甘やかされ、わがままな上に暴力娘が、彼女の心を少しずつでも掴んで、なんとか家庭教師としてやってきた。俺のためにわざわざ誕生日パーティーまで開いてもらったのだから、エリスからの好感度は非常に高いに違いないだろう。誕生日プレゼントとしてエリスにもらった杖を早速試してみようと、町外れに出たその日、俺とエリスはフィットワ寮全土を巻き込む大規模な転移災害に巻き込まれた。父さん、そんな転移災害からいろいろあった。あったけど、その分成長できたんだ。ミリシオンでようやく再会した時も詳しく話すことはできなかったし、だから今更だけど話をしよう。父さんだったらどうやって切り抜けるか考えてくれよ。もしかしたら二人揃って同じような失敗するかもしれないけど、親子だからなって笑ってくれ。まずはやっぱり、そうだな、俺がルイジェルトと出会う前の、出会うための夢の話からだ。突然、光の本流に飲み込まれた。そして夢の中で人神に出会った。神だと自分で名乗ったそいつは、モザイクでできた人のような姿をしていた。自分勝手に見守ってやるとのたまっていたが、信じることなんてできなかった。しかし、俺が魔力災害に巻き込まれたこと、その影響で危険な土地に転移しており、生き残る自信があるのかと問われ、黙る羽目になる。ウーデウスよ、よくお聞きなさい。目が覚めた時に近くにいる男を頼り、そして彼を助けるのです。魔大陸で生き残りたいならと念押しされたのに、ビビったわけではない。そして魔大陸に転移させられた俺たちを助けてくれた男こそ、悪名高い緑の髪のスペルド族、ルイジェルト。スペルド族は以前の戦争で暴れ回った結果、魔族の仲間にさえ恐れられており、魔術の師匠にも絶対に近寄るなと言い含められていた。けれど目の前の男は不安と諦めの混ざった顔でこちらを見ていた。
それを見て、まず話だけはしてみようと思った。師匠も人神も関係なく、俺自身の判断として。そして話を始めた俺に、俺を見ても怖くないのか、なんて怯えられないことに驚きを隠せていない様子だった。お前たちを必ず家まで送り届けてやろう。そこから家へと帰る。マタイ陸の旅が始まったんだ。この近くに知り合いのいる里がある。まずはそこに行くぞ。そうですね。町に寄りながら進みたいですし。どうしたの？いや、何でもない。もう、言いたいことあったら早く言いなさいよ。気にしなくていい。本当に大丈夫か？少し待っていろ。絶対に動くな。十数分に一度、ルイジェルドはそう言って進行方向上に走り出す。待たせたな。行こう。ねえ、さっきから何をしてるのよ。先にいる魔物を倒している。いるってわかるのよ。俺には見える。ルイジェルドはそう言って髪をかき上げた。額があらわになり、赤い宝石が見える。あの額の赤い宝石がレーダーのような役割を持っていると、魔術の師匠ロキシーが作ってくれた辞典に書いてあった。便利かもしれんが、こんなものはない方がいいと何度も思ったかな。じゃあもらってあげてもいいわよ。こう、ほじくり出して。そうもいかんさ。エリスも冗談を言うようになったか。冗談だよな。おい、もう、おい、もう、着いたぞ。村ね。止まれ。ルイジェルド、なんだそいつらは。ルイジェルドとモンバンは知り合いらしい。ねえ、何話しているのよ。僕らが怪しいから
村に入れられないんですって。エリスと話をしている間に話はまとまったらしい。王佐を呼んでくれるそうだ。話せば通してもらえるだろう。何してんだ、早く行けよ。念話だ。ミグルド族は離れていても会話ができる。あ、そういえば師匠にそんなことを教えてもらった気がします。魔術の師匠であるロキシーもミグルド族だった。ミグルド族は近しい者同士で交信ができるというのは師匠に教えてもらったことの一つだ。ついでに私はそれができないので村を出たとも。てかここミグルド族の集落かよ。王佐が来たようだ。その子たちかね。はじめまして、ルーデウス・グレイラットです。おや、これはご丁寧に。オサのロックスです。魔人語を勉強していてよかった。ふと気づくと俺の首元をオサがじっと見つめている。その首飾りどこで手に入れなさった？師匠にもらいました。おお、師匠。名前はロキシー。ロキシー、あの、どうかなされましたか？ロキシーは、ロキシーは俺の娘の名だ。え、お父さん？ここロキシーの実家かよ。そしてスペルド族の悪評を取り除きたいという目的があるのだ。でも戦争で敵味方区別なく襲ったというのは本当のことなんでしょう？違う、事実ではない。そして槍ですか？ああ、戦争中俺たちは奴から槍を与えられた。なるほどな。その槍は強力だった。アダナス敵がいないと思えるほどに。しかし俺たちはいつからか敵味方関係なく周囲を襲い出すようになっていた。だが誰も疑問に思わず、誰もその変化に気づかなかった。そして最後には親を殺し、妻を殺し、兄弟を殺し、子を殺した。この槍は俺を呪いから救い出すために命を投げ出した息子の魂だ。だからこそ俺が戦士たちの王者としてスペルド族の悪評を取り除かなければいけないのだ。怒りや無念、やるせなさの中頑張ってきたんだろう。お手伝いします。俺は
しかし本当にスペルド族は。いいんですロックスさん、なんとかしますから。ということは、ルイジェルドさん、これからもよろしくお願いします。ああ、なあ、もう行ってしまうの？ん？ロキシー先生には世話になりました。先生、あの子が人に教えられるようなことなんて何かあったかしら。知らないことをたくさん教えてもらいましたよ。まあ、ロキシーに会ったら帰ってこいと言ってくれ。はい。お父さん、そう呼ばせてもらっていいですか？ダメだ。はい。冗談はさておき、よかったら使ってくれ。これも受け取って。昔フラット集落に寄った鍛冶師にもらったものだ。長年使っていても刃こぼれ一つないほど頑丈だ。これは。ありがとうございます。また来ますね。ああ、けどお父さんはごめんだぞ。もちろんですよ。いらっしゃい。いつでもおいで。ふむ。できればいろいろと教えていただけませんか？覚えてどうするんだ。役立てます。そうだな。僕らは子供じゃありませんよ。いや、子供だ。あのですね、ルイジェルドさん。やれやれ。僕たちはルイジェルドさんを手伝い、ルイジェルドさんは僕たちを手伝う。目的は違えど、共に戦う仲間であり、対等な戦士ですよね。わかった。お前は戦士だ。いいぞ。当然、エリスも戦いますけど、いいですよね。もちろんよ。行きましょう。Thank you.
無駄だ。ルイジェルトさん、どうです？エリスは精進すれば一流の戦士になれる。本当？やったTKG が食べたい。何なのそれ。卵かけご飯ですよ。完全食です。エリスにもいつか食べてもらいますからね。問題ない。この剣すごくいいわ。着実。問題ない。だいぶ疲れが見えてる気がするが。
少し休憩した方が良さそうですね。皆さん、作戦会議です。TKG が食べたい。何なのそれ。卵かけご飯ですよ。宝箱ですね。せっかくなのでもらっていきましょう。ふん、気を引き締めるんだな。どうですか？そうだな。何よそれ。まあまあ。いきなりですか？ちょっとやばいですね。今だ。でも無駄だ。ちょっとやばいですね。無駄だ。押せ押せね。気を抜くな。待ちきれ。やったー。だいぶ疲れが見えてる気がするが、少し休憩した方が良さそうですね。宝箱ですね。せっかくなのでもらっていきましょう。さあ、しっかり準備しましょう。足が痛い。軟弱ね。この先に町があるのだが。どうかしましたか？大きい魔物が居座っているようだ。通れないの？いや、倒せば通れるが。じゃあ倒しちゃいましょう。
始めますよ。ちょっとやばいですね。ちょっとやばいですね。打ち切る。ちょっとやばいですね。いけそうですね。くらえ、押せ押せね。この調子だ。当然の結果だ。問題ない。ちょっとやばいですね。今だ。ちょっとやばいですね。ちょっとやばいですね。やばいですね。調子いいですね。この調子だ。押せ押せね。今だ。お前らのことは必ず守り抜く。着実。ねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。やった！次も任せてよね。お前たちの故郷はどんなところだ？僕は田舎でしたけど、のどかで明るいところでしたよ。私はね、でっかい城塞に囲まれた町よ。そうか、いいところなのだな。
させてやるわ。抜くな。いけそうですね。どうだ。いけるぞ。こんなもんですね。問題ない。ちょっとやばいですね。やばいですね。でもちょっとやばいですね。調子いいですね。どうだ。気を抜くな。押せ押せね。そこだ。やりました。どこに行くの？
これでも遅い。直しますね。ヒーリング。やあ！傷を直しますね。ヒーリング。しますね、ヒーリング。相手にならないわ。いけるぞ。やどう、勝利目前です。傷を治しますね、ヒーリング。いけるぞ。どうだ、勝利目前です。傷を治しますね、ヒーリング。押せ押せね。この調子だ。いけそうですね。お前らのことは必ず守り抜く。着実に俺も成長しているな。やったわ。はあ、その。そういうわけだ。お手柔らかに。ゲームは1日1時間。何を言っているんだ。あ、いえ、ただの独り言です。どうだろうか。
始めますよ。これでも！この調子だ。いけそうですね。遅い！やりました！やったやった！皆さん、少し休憩しましょう。行きましょう。これでも！傷を治しますね。ヒーリング。やガンガン行くわよ。気を抜くな。この剣、すごくいいわ。宝箱ね、早く開けない。ワクワクするわ。
い魔物もいるのね。かわいいですかね。かわいいわよ。行くわよ。やあ！相手にならないわ。調子いいですね。それでもこんなもんですね。ねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。やった！次も任せてよね。しまった。行きましょう。この調子だ。くらえ！やりました！着実。ねえ、さっきの私見。さあ、しっかり準備しましょう。
やれやれ。